こんにちは、タカラトクトです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ、本日も仮想通貨の動画を撮っていこうと思うんですけれども、ちょっと後半の方ですね、すごく気になる情報がありますので、結構重要かもしれませんね。ぜひね、ちょっと最後まで聞いていただけたらと思います。18日、19日ですね、大統領就任式が行われる20日前に、トランプさんがいよいよ最後のカードを切ってくるんじゃないかというね噂が立っておりまして、それがどういった影響を及ぼすのか、ちょっと怖いですね。18日月曜日から19日火曜日になりそうだというところですね。それもお伝えしながら仮想通貨の流れを見ていきたいと思います。昨日ですね、夜に動画を撮ったあたりからですね、今現在まあレンジ相場に移っているのかなと、レンジ相場の予想を呈しているような感じなんですけれども、まあ一応全体的な流れですね、見ていきたいなと思います。1時間足なんですけれども、まずこちら日足に、してみましょう。すみませんね、ちょっと線がごちゃごちゃで汚いんですけれども、まあ目線的には上向きなのかなという感じですね。日足で見ると上昇トレンド継続中というような感じですね。例えば4時間足で見てみてもですね、はい、トレンド的には上を向いているというような感じですね。まずこの対極的に見て上昇トレンド継続するであろうという仮定をまず立てていきたいと思います。その中でねお話ししていきたいと思うんですけど、やはりね 100% 当てることは誰にも無理なんですが、その中でももう未来を想定して仮定して、それで取り組んでいくしかないということですのでね、まあ、人生と一緒ですね。最近トレードを行っていて思うのは、あ、一緒だなという雨降って軸固まることもあればですね、本当に全て外れたり、まあ、時に自分の、ね、思惑が通りになったりとかいう感じですけどね。さあ、それはさておきですね、今現在、まず横のラインをしっかり意識していきたいなと思います。まず前回の、ね、フェーズ、こちら、下落したのが1月14日からですね、まあ、16日約2日間かけて下落を、しました。レジスタンスを抜けて一気に上昇していったんですけれども、改めて値段を一旦戻したという感じですね。で、まあ、次のフェーズに移っているというわけですね。で、ここからここをどういうふうに見ていくのかというところですけれども、いろいろとねラインを引きながらやっていきたいんですけれども、やっぱり横のラインって非常に重要だなと。とにかくね、今名だたるトレーダーの方みんながね、もうひたすら横に線を引きまくったと。まだ慣れないうちはとにかく横、レジサポをしっかり意識しろということをね、口酸っぱく話しておりますので、僕もそれに漏れずですね、ひたすら線を引きまくっています。まずですね、一旦意識、次意識されるのはこちらの、レジスタンスラインになると思うんですが、まあ、まずこの切り上がりですね、下値の切り上がり、高値の切り下がり、この部分でまず動いていくかなというふうに感じられますね。で、まず一旦こちら手前のレジスタンスを抜けられるのかどうかというところですけれども、前提的にはトレンドは上になっているので、まあ、最終的にはどこかのタイミングで上に抜けていくと思うんですが、レジサポ転換を起こしながら上に向けていく、その中でさまざまな材料が出てくるとズドンと落ちる可能性もあるんですけれども、この後出てお話しする材料では逆に株価が暴落してビットコインが上がるという予想がちょっとできるかもしれませんね。はい、まずはね、このレンジが続く、と思いますね。しばらくレンジが続いてい、きながら状況を、ね、見ながらですけど、もし、トレード、ね、短期でトレードする方だと、まあ、30分とか15分足で見たりすると思うんですけれどもね、その中でやっぱり細かいこの、ね、サポレジが動いてるわけです。この紫とかに関してはね、ずっと前から引いてる、サポレジなんですね。なのでここは全く動かしておらず、右に伸ばしてるだけなんですけど、こういったところ非常にね、大衆が意識するところをしっかりと認識して、まあ、小さなねボックスを形成しながら、方向を乱していくという感じですので、まあ、一旦下がってもですね、この、辺りで一旦下値の、ね、サポートを受けるのかなという感じですのでね、この感じで上昇していくと思います。ただ値幅がね、本当にちょっとわからないです。これは値幅が本当にわからないです。ちょっと先細ってきながら値動きが少し狭まってきているというところで、ね、パワーを貯めてきているなっていう感じですね。そうなるとですね、やはりアルトコインが
前もお伝えした通り、ビットコインがレンジ相場になるとですね、アルトコインも盛り上がってくるということで、イーサリアムなんか一時期、10% ぐらいちょっと上昇したっていうのをパッと速報で見たんですけどね、BNB も上がってますし、まあ、このあたりはですね、ライトコインリスクなんかも上がってますよね。あ、モナがなぜかこうピンと上がってきていますね。このあたりね、ぜひビットコインの動き、横の動きを意識してアルトコインに注目するっていうのは、大事かもしれませんね。はい、さあそれでは気になる情報の方なんですけれども、いくつかあるんですが、もうざっくりですよ、ざっくりいくんですが、今バイデンさんがね、1月20日に就任式、大統領就任式を迎えるにあたって、トランプさんがですね、最後のカードを切ってくるというところが噂されていますね。この就任式、大統領就任式には参加しない旨を、まあ、トランプさん本人の口から表明されています。ただ、まあ、前代未聞であるというところですけれどもね、まあ、これは本人が言ってますので本当ですよね。はい、まあ、かなりね、まあ、アメリカが、ね、分断されるというところがすごく気になるところですけれども、でいろんな報道が、ありますね。まあ、バイデン大統領の式典護衛のために海兵隊の出動を、ね、要請したところ、将軍は、今現職の大統領にのみに応えますということで、トランプさんがまだ大統領と最高司令官なので拒否したということで、まあ、デマじゃないのかなと言われてたんですけれども、バイデンさんの就任式のリハーサルが、ね、治安上の懸念を理由に17日から18日に延期、されたと発表がありまして、で世界中の、ね、メディアで発表されています。そういった、ね、海兵隊がバイデンさんの護衛を拒否したっていうのもあながちデマじゃないんじゃないかなと言われていますね。でバイデンさん の移動もね、治安上の理由から、中止されていますね。まあ、守る人がいないのか、もしくは、まあ、足りない状態が続いていると。そして次に気になるのが、トランプ大統領が、ね、機密文書であるオバマゲートの機密解除を指示したと大手メディアの FOX ニュースが、ね、実は報じているんですね。こちら、英語にはなっているんですけれども、ぜひ気になる方はですね、 FOX ニュースでまあ、オバマゲート、トランプのオバマゲートっていう感じで検索すると出てきますし、今結構トップの方で報じられています。まあ、動画も見ることができるんですけれども、ぜひ気になる方こちら見てみてくださいね。はい、まあ、どういう内容かというと、オバマ前大統領ですとかね、バイデン前副大統領、まあ、FBI などの官僚組織が共謀してトランプ政権への違法な妨害行為を、ね、行ったというものなんですね。でこれを最終的にトランプさんは、ね、取っておいたんですけど、ついに、ね、切ることに、なったそうです。でこれが発表されるのが18日月曜日か19日の火曜日に、なるわけですね。まあ、日本時間とは若干ズレがあると思うんですけど、と日本時間で言うと18日夜、19日夜で発表されたとどうなるかっていうのはまだまだ本当わからないんですけれども、一部では反乱法というのが適用されて、オバマ前大統領、ね、バイデン前副大統領逮捕でアメリカが、ね、分裂するというふうに噂はされていますね。これまで見て考えていただきたいんですけど、トランプさんってすごくメディアを敵に回してますよね。メディア、トランプさんの敵はメディアですよね。テレビ局もそうですし、まあ、SNS 本人はツイッターを、ね、これまで活用はしてましたけれどもね、完全凍結されてしまいましたけど、まあ、その影響ももしかするとトランプさんを妨害してきたと言われるツイッターや YouTube、Facebook も止まってしまうというふうには噂されていますけれど、そこまでいくのかどうかちょっと僕的にはあまり現実味はないかなと思ってるんですが、ただトランプさんとバイデンさんの戦いはまだ終わっていないということなので、何が起きるかと本当注意が必要なんですね。ただ今現在ですね、世界を牛耳っていると言われているのはどちらかというとバイデンさんの方だと言われていますね。なので、まあ、これまでの伝統ある銀行関係ですとかテレビ関係、 SNS 関係はバイデンさんですので、まあ、仮にですよ、もしその反乱法が適用されてバイデンさんがに身柄を拘束とかなんかそういう、ね、逮捕までもし行ったとなると、株価が暴落して、まあ、その分資金がどこに逃げるかというと金とビットコインになるわけですね。これはあくまでもう都市伝説みたいなもんです。信じるか信じないかあなた次第。そして、まあ、就任式前後は本当に何が起きるかちょっとわからないですよね。なのでこのあたりですね、バイデンさんが就任して株価上昇を期待しているという方、はですね、一旦ちょっとその情報をかき集めるというのも重要かなというふうに思いますね。特にこういった何でしょう、ファンダメンタル、ファンダで影響を受けやすいのはビットコインですので、この情報のためにね、ビットコイン
がまた暴投するということも考えられます。まあ、逆もありえますけれどもね。なのでそれはでもいいことなのか悪いことなのか本当にわからないです。アメリカが分断することでビットコインが上がる、世界の危機的な状況の時にビットコインが上がるというのはこれまでの、ね、過去を振り返ってみて、いつもそうでしたからね、はい、そういった意味では複雑な気分ではありますけれども、とにかくまあ、ちょっと週明けのですね、世界情勢非常に緊張感があるものと思います。ですので、まあ、本当にねざっくりとですけれども、ぜひ、ね、ご自身でも情報を集めてみてください。はい、また何かあればね、動画を撮っていきたいと思います。はい、それでは資金構築のために、ね、頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。